小出さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ東日本大震災、あるいは福島第一原発事故からまあ4年が経とうとしているわけですけど、まあ今のところ、まあ核燃料まだどこにあるのかもわからないという感じですが、そうです。汚染水処理問題の方も、まあ難航しているようで、はい。当初、年度内に処理するというふうに言っておったわけですが、その浄化処理完了の見通しをまあ5月中に延期したということで、まあこの汚染水処理問題の現状、そしてまあこれからについて小出さんに伺いたいと考えています。はいはい、まずなんですけど、おさらい的でまた恐縮ですが、現在汚染水の状況ってのはどうなっているんでしたっけ？一言で説明するのは大変難しいですけれども、はい、要するにどうしようもない状態になっているでなぜその汚染水なんてものができてきているのかということですけれども、はい、溶け落ちた炉心が今どこにどんな状態であるかすらがわからないのです、はい、事故から4年経っていますけれども、それがまずわからない、うん、ただしこれ以上炉心を溶かしてしまうことは許されない。そうすればまた大量の放射性物質が出てきてしまうということで、何をやってきたかといえば、この4年間ただひたすら水をかけ続けてきたと。そうでしたね。どこに炉心、溶けた炉心があるのかわからないけれども、うん、圧力容器の中に水をとにかく入れようということで4年間ずっとやってきたわけです、うん、でそうなれば入れた水が放射能で汚れた汚染水になってしまうということは当たり前なことなのであって、うん、入れれば入れるだけ汚染水が増えてしまうということになってきたわけです、うん、で途中からただ外からかけるだけではダメだろうということで、うん、循環冷却という形でぐるぐる回せばいいんじゃないかと、うんうん、東京電力も国も思ったわけですけれども、残念なことに、福島第一原子力発電所は2011年3月11日に巨大な地震に襲われてしまったわけで、はい、原子炉建屋でも何でももうそこら中にひびが入っているのです。割れてしまっていて、外部から地下水がどん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 建屋の中に流れてきてしまうのです。そうなるとその外部から流れてきた地下水が放射能の汚染水と混然一体となってしまって、どんどんその量が増えていってしまうということになってきました。ついこの間までは毎日毎日400トンずつ汚染水が、まあ、地下水が流入してくるがために増え続けてしまうということで、東京電力は福島第一原子力発電所の敷地の中に汚染水を貯めるタンクというのをどんどん作ってきたのですけれども、もうすでに50万トンを超えるような汚染水が溜まってしまっているのです。でこのままではいけないということで、はい、上流から流れ込んでくる地下水を途中で汲み上げて、原子炉建屋 の方に行かないようにしようということをバイパスと言ってるのですけれども、うんうんうん、それもやり始めたのですが、そんなことで減らせた量はほんのわずかで、未だに350トンもの汚染水が毎日増え続けるという、そういう状況になっています。地下水の流入を止めるための凍土壁という話もありましたが、はい、結局難航してまだ実施されてないんですよね。そうです。私はできないと、もともとできないと思っています、うん、凍土壁って、まあ、普通の皆さんあんまりお聞きになったことないと思いますが、はい、例えばトンネルなんかを掘ろうとすると、まあ、地下水がその工事現場に吹き出してきたりするわけですね、うん、そういう時に吹き出してきたその現場をとにかく凍らせて水が吹き出してこないようにしようという技術 で、まあ、かなり長い期間実績があるのです、うん、ただし今回の場合には深さ30メートル長さにすると 1.4 キロもの壁を作らなければいけないということで、はい、そんなことはやったことないわけですし、うん、凍らせるためにずっとその冷媒というのを流し続けなければいけないのですが、うん、そのためには冷凍機が動かなければいけない、ポンプが回らなければいけない、いついかなる時も停電してはいけないというようなことになるわけで、うん、そんなことを何年何十年と維持できるわけがないわけで、うん、必ずこれは破綻します。なるほど。そうするとまあ蛇口を閉められないまま、そうです、
です。まあ水は出続けており、バケツに溜まったものをタンクに書き出し続けて50万トンだという状態ですよね。はい。で、これが高濃度汚染水なので、はい。なんとかそれを今度は、まあ、高濃度の核物質を取り除こうということで、はい。アルプスですか？そうです。多角種除去施設、はい。除去設備か。はい。を導入したわけですが、はい。これも、結局フル稼働は難しい状態がずっと続いてますよね。そうなのです、それにも、まあ、根本的な理由があるのです、はあはあ福島第一原子力発電所の敷地の中はもう放射能の沼のような状態になってしまっていまして、そこに入ればもうみんな被曝をしてしまう。労働者が作業をしようとすればどんどん被曝量が増えてしまうのです、うん、ですからアルプスにしてもきちっと運転できるようにまずは装置を作らなければいけないわけですけれども、はい、きちっと装置を作ろうと思えば思うほど労働者は被曝してしまう、うん、ですからなんとかその簡易的にその装置を組み上げたいと思うわけですし、そうせざるを得ないわけで、うん、そのような状況の中で装置を組み立てていますのであちこちでまた壊れてしまう、タンクとタンクの間を結んでる配管もきちっとした配管ではなくてホースなどでつないでいますので簡単にまた漏れてしまうというようなことになって、本当にその苦しい状況の中で作業はしているのですけれども、そうであるがゆえにきちっと動かないというそういう状況になっているのです。なるほどね。そういうことで、はい、この間先日まあ死亡事故も起きてしまい、はい年度内と言っていたのを、まあ、5月に延期すると、まあ、5月中も実現するかどうかという感じですけどもね。私は断言しますけれどできません。もともと年度内なんてできる道理もなかったのに、うん、ただただ安倍さんがオリンピックを誘致するがために、うん、アンダーコントロールというようなことを言ったわけで、うんうんそれのまあつけというか、うん、なんとか少しでもやれと言われて東電が年度内と言ったわけですけれども、もともとできないことを言ってるわけですし、5月と言ってもそんなもの到底できません。まあなんか根本的にコントロールできないものを相手にその上でいろんなことをやっているわけですからね。そうです。微方策にはやっぱり限度があって、はい、コントロールしきれない状態が続いていると。そうです。いうことですね。はい。小出さん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。